音羽町。音羽町は愛知県の南東部、保井郡にあった町である。江戸時代には東海道の宿場町として栄え、慶応4年1868年には三河県の県庁所在地となった。2008年1月15日、豊川市に編入したため消滅した。音羽町は東西 9.60km、南北 5.78km で東北東から 西南西に細長く伸びる形状をなしていた。標高300から400メートルの山地が、町域の7割以上を占めていた。町内の代表的な山は、宮寺山である。標高では東端にそびえる学道山、420.4メートル、や、観音山、413.3メートルの方が上で、あるが、古い文献にも名が記され、遊歩道の整備もなされている。 宮地山の方が知名度高い。主な河川は、音和川と山陰川である。音和川は、町の北西部から南部にかけて流れ、水戸町を通過して、三河湾に注ぐ。山陰川は、町の北東部から南部にかけて流れ、長南端で、音和川と合流する。山地の多い本町にあって、これら二河川の流域は、盆地として開けており、道路網や住宅街を形成している。 音羽川の河国沿いには、音羽川断層と呼ばれる断層が存在する。これは、名鉄名古屋本線の美郷駅付近から同、五遊駅付近に至る、約1 4 k m の区間を通る断層である。岡崎市市では、並行して走る2本の断層の総称として、同断層を捉え、五遊断層と呼んでいる。同様に、山陰川沿いにも断層線が走っており、 上流部のいくつかの地点では路頭を見ることが切る。太平洋側気候に属し、比較的温暖な気候である。ただし冬は12月から3月頃の最低気温に、関しては摂氏0度を下回るのが一般的である。音羽町は全域が都市計画区域内にあった。市街区域は174ヘクタールで、行政区域全体の5.9%。 残り94.1%を市街化調整区域が占めていた。詳細は以下の通り。音羽町における都市計画区域、用途地域の変遷は以下の通り。音羽町の名は町内を通る主要河川、音羽川から取った。音羽町は大きく4つの地域に分けられる。放置するように、当町は赤坂町、長沢村、 萩村の三町村の合併により成立した。以後、これら三町村の名は、大和名として残り、各区域は、財産区や、消防団の構成単位となった。後に、三河赤坂台団地が、町中央部、赤坂、萩の一部分に造成されると、団地内の住所表示は、音羽町赤坂台に改められた。町廃止後の住所表示は、大和の代わりに、 町が挿入され、字は削除されることとなった。旧音羽町役場、現、豊川市音羽町社の住所を例にとると、音羽町大麻赤坂麻松本250番地から、豊川市赤坂町松本250番地に、改められた。ただし赤坂台地区内の住所表示は、音羽町赤坂台番地から、豊川市赤坂台番地となった。 音羽町大和音羽は,はなかったため、合併後の豊川市内に音羽町はない。音羽町内では、旧石器時代の遺物は発見されていないが、縄文時代や弥生時代には人類が居住していたらしく、萩地中林、現、豊川市萩町中林で、石符や石賊が出土している。ただし、貝塚は音羽町内では見つかっていない。弥生時代には、銅卓も、 多く作られたが、音羽町内では、存在が確認されていない。尾張藩の岡田町これが編纂した、平保六に赤坂出身の人物が三つの銅鐸が、発掘されたのを見た旨が記録されているのである。赤坂あざ、東山、現、豊川市赤坂町、東山や長沢の微子社さんでは、古墳群の存在が確認されており、末期や金管が出土した。 萩谷座、下林、玄、豊川市萩町下林には、下林古墳があり、横穴式石室奥の壁面が現存する。古代律令国家は五木七、道と呼ばれる行政区画を採用し、それぞれの道と塔を結ぶ同盟の主要幹線には、馬屋と呼ばれる宿駅を置いた。音羽町地域は、行政区分としては、東海道に属し、 幹線道路としての東海道も通過していた。岩井石から出土した木管には宮地駅下の名が記されている。この駅下の位置は必ずしも特定されていないが、宮地山山6には宮地天神社の拝殿が位置し、この拝殿の所在地が宮地であることから、この付近に宮所の駅下が存在した可能性もある。この頃の東海道は、江戸時代の東海道とは、 経路が異なり、宮地山を通過するのが一般的であった。菅原高末城は宮地山を越えた時の様子を、嵐こそ吹きこざりけれ宮地山まだ紅葉はのサンダでの、これると、さらしな日記に綴っている。また、鎌倉時代に書かれた、東刊紀行には、矢作というところをいでの、宮地山越えすぎぐるほどに、赤坂という宿ありとの記述がある。他に、街道記や、 いざよい日記などからも、当時の様子をうかがい知ることができる。音羽町西部に位置する長沢は、戦国時代には、長沢松平家、松平氏の分家の所領となった。一族の祖は、松平信光、松平氏、第三代当主の子、おやそで、長沢城を居城とした。第八代当主、松平安直松平安忠の子は創成し、その養子、松地を、 徳川家康の七、男も幼くして死亡した。同じく安直の養子となった、松千代の同母兄である、松平忠てる、家康の六尾は1616 16年、徳川秀忠から改役を命ぜられる。これをもって、長沢松平家は一旦断絶した。安忠はこれに先立ち、娘と松平忠直との間に生まれた直信を、自分の養子とすることにより、 一応血筋を残していた。その後も一族は幕府に対して、お家再興を幾度も求めたが、拉致が開かなかった。しかし、直信の孫、親孝が猿上書江戸城の大手門前に放棄するという巨に出たことを、契機として、ようやく、長沢松平家を、再び認知する特許が下された。最高後は、壁海軍、中根村に土地を与えられたが、 先祖類代の所領である長沢の,地への感知恵の勘願いでで認められた。江戸時代には東海道の赤坂塾があった。赤坂塾の旗子には多くのいい森女が在籍し、五位や赤坂吉田がなけりゃ何のよしみに、江戸がよひ、中野特進、三歌、鳥虫歌などと歌われた。七百十八年、幕府はいい女の人数を旗子一軒あたり二人に制限したが、 そうした命令はしばしば破られた。三近郊体制の確立に伴い、諸海道の宿駅には本陣が置かれた。交通量の増大は、人馬の不足を招き、宿駅近郊ではこれを解消するため、多数の助郷村が生まれた。赤坂塾にも本陣や助郷村が存在した。小遊塾と赤坂塾の駅間距離は16町、約 1.75km と、 東海道の宿駅の中で最も短かった。関川神社には、松尾芭蕉の俳句、夏の大月お油いを聞いての赤坂屋、夏の月五湯より入れて、赤坂屋を刻んだ句日、1893年建立、が残る。兄弟教授、江原大蔵の芭蕉句集によると、この句は、夏の夜の短さを、五湯赤坂間の距離の短さに例えたものである。 1868年、赤坂に三河県役所が設置された。同県は翌年廃止され、稲県へ編入された。さらに1871年には、稲県の一部が、ぬかた県に編入された。大区小区制、1872年施行に基づき、保イ軍は、県内9大区のうち、第6大区に分類され、赤坂村及び萩村は、第4小区、長沢村は、 第六章区とされた。1876年に上萩村、下萩村が合併して萩村が成立した。萩村は8年後に赤坂村と共同で、古町役場を設置して連合したが、1889年に分離した。1894年6月23日、赤坂村は調整を施行して、赤坂町に改組した。明治政府は、 町村合併を強力に推進したが、赤坂町、萩村、長沢村の三町村は、昭和20年代まで配置分合は行わず、独立して行政運営に当たった。しかし、一部事務組合を設立して、青年学校や国民健康保険直営診療所を共同経営するなど、互いに密接な関係にあった。 宿駅制は1871年に廃止された。また、1888年には、東海道本線が東、三河まで延伸し、翌年全通した。陸上交通の主役が、鉄道に移ると、東海道の利用者は減り、小戸和町の地域も次第に推微していった。しかし、愛知電気鉄道、後の名古屋鉄道の鉄道路線が開通して、当地域も、 新交通手段の恩恵を受けた。また、人力車や馬車、自動車が順次普及するにつれて、道路網が全国的に整備されていった。当地域では、国道1号が貫通し、舗装整備がされるに至って、幹線道路としての重要性を増進させた。1950年代、全国的に市町村合併が進められた、昭和の大合併。 保育軍でも町村合併の機運が高まり、愛知県町村合併促進審議会は、赤坂町、五湯町、長沢村、萩村の二町に村による合併案を提示した。上記二町に村は1953年8月に宝北自治研究会を設立、翌年11月、宝北町村合併研究会に解消して協議を重ねたが、五湯町内には、 豊川市との合併を望む声があり、容易に結論は出なかった。結局、1955年2月25日に、小井町を除く一町二村のみで、合併協議会を設立し、およそ1ヶ月後の4月1日、正式に合併して、音羽町となった。初代町長には、旧長沢村長の渡辺隆二が就任した。新町成立後も、音と町は、 五遊町に合併を呼びかけ、合併実現の暁には、新町の名称を五遊町としても良いとまで譲歩した。しかし住民投票の結果、合併相手として豊川市を希望する票が、音羽町を希望する票を上回ったため、五遊町は豊川市との合併を選択した。1958年、音羽町は、音羽町の建設計画、調整計画を策定し、 農業経営の合理化によって生じた余剰労働力を第二次、第三次産業に振り向ける方針を明らかにした。1960年、町議会は音羽町工場設置奨励条例を制定し、翌年東海理科電機製作所の工場誘致に成功した。1966年に創業を開始した同社の音羽工場は雇用。 財政の両面で町を大いに潤した。1986年、東名高速道路オトワガマゴーインターチェンジとオトワガマゴー有料道路が開通した。利用台数は年々増加を続け、2000年度にはオトワガマゴー IC が5974,267万台、1日平均16,368万台。 元は釜郡有料道路が1736,305台、1日平均4,757台を記録した。1970年代前半に、三河赤坂大団地をはじめとする住宅団地を造成したことにより、町の人口は大きく増加したが、1983年の8,537人を境に前減した。 1990年代に入ると、住宅団地、グリーンヒル・オトワ、サンヒル・赤坂造成後の1998年に、再び増加に転じ、オトワ町最後の年度である2007年度に9000人を達成した。2000年代に入ると、再び全国的に市町村合併の動きが広がった、平成の大合併。ホイを構成する4町、オトワ町、一宮町、 小坂井町、水戸町と豊川市は2001年に合併協議会を設立して対等合併の可能性について検討作業を始めた。それから2年余り後の2004年2月、合併の是非を問う住民意識調査が上記14町で実施された。音羽町では有効票数5299票のうち賛成が2838票。 全体の53.56%と過半数に達した。また、豊川市は68.23%、小坂井町は53.97%と、三市町で賛成票が過半数を占めた。しかし、市宮町では賛成が44.87%、水戸町では30.64%となり、反対票が賛成票を上回った。この結果を受け、 一四町の合併協議会は解散した。その後、一宮町は、独自に豊川市との合併協議を進め、2006年2月に正式合併を実現した。音和町は、町長の任期が2008年1月に終了することから、それまでに合併を実現することを検討した。これに、三戸町も加わり、2007年6月に豊川市、音和町、 三都町合併協議会を設置。七ヶ月余りの地の2008年1月15日、豊川市と合併した。ここに、音羽町は廃止され、52年9ヶ月の歴史に幕を下ろした。小坂一町も2010年2月に豊川市に編入されたため、結果的に地市四町の合併は成立したことになる。音羽町の人口は、1955年の 調整施行時点で5439人であった。以来15年ほどは5400人前後で推移していた。1970年代前半に三河赤坂大団地をはじめとする住宅団地を造成したことにより人口は大きく増加したが、1983年の8537人を境に前言を続けた。1990年代に入ると、 グリーンヒル・オトワ、サンヒル・赤坂増生後の1998年に、再び増加に転じ、オトワ町最後の都市である2008年に9000人を達成した。国勢調査によると、2000年から2005年の人口増加率は約9.7%となり、愛知県内では3番目の高い増加率を記録した。2005年の高齢者、人口、 65歳以上は1644人で、総人口比は18.9%であった。1995年の1136人、14.6%に比べ、人数、比率ともに上昇している。2007年4月1日現在、当庁の人口は8839人、世帯数は2770世帯。 1>, 1世帯あたりの人口は約3.19人であった。町内の外国人登録者数は96人。2005年12月31日、現在で絶対数は多いとは言えないものの、年を追うごとに人数が増加している。中でもブラジル人の増加が一い。内訳とその推移は以下の通り単位、人。14代7名が 音羽町長を務めた。歴代町長の在任期間は以下の通り。印は在職中止局。音羽町役場庁舎は過去4カ所、いずれも赤坂地内に設置された。2006年度決算によると、一般会計の歳入総額は約29億7、9万円。歳出総額は約28億4、761万円であった。 歳入の内訳は、金額順に、調税約16億7、613万円、56.4%、町債、約2億4、780万円、8.3%、県支出金、約1億3、449万円、4.5%、など。歳出の内訳は、民生費、約6億6、187万円、23.3%、 総務費、約4億8、430万円、17.0%、土木費、約4億1、264万円、14.5%、など。町債、残高、元金は、一般会計分は34億6、350万円、特別会計、企業会計分を含めると48億828億円。 音羽町議会の議員定数は10人。1959年の町議選時には定数は22人とされたが、1967年の町議選から16名に、1999年の町議選から12人に削減された。さらに2006年12月、財政改革のため2人削減するとした条例案が町議会で可決された。 2007年4月22日実施の統一地方選挙、音羽町としては、最後の町議選で、新条例に基づき10人の議員が選出された。音羽町は、豊川警察署の管轄区域とされていた。町内に、交番は存在せず、駐在所、赤坂駐在所、長沢駐在所を置いていた。長沢駐在所は1975年に明言、長沢駅前から、 赤坂駐在所は1979年に赤坂ザ・ベニサトから移転した。所在地の住所表示は豊川市との合併後のもの。消防は市町村の責任業務であるが、音羽町は行政区域内に消防署や文書を置かず、1981年より豊川市消防本部へ業務を委託していた。音羽町は 小学校区を基本とする三つの分団からなる消防団を置いていた。豊川市との合併後、音羽町消防団は、豊川市消防団第六方面隊に再編され、第一から第三まであった分団の名称は順に、萩分団、長沢分団、赤坂分団に変更された。2005年の音羽町消防団の団員数は74人。衆議院小選挙区では、 おとわ町は愛知県第14区に属していた。おとわ町として最後の衆院選となった2005年9月11日の衆院選におけるおとわ町での投票率、各候補者の得票数などは以下の通り、投票総数5504票、うち有効投票数5419票、2005年のおとわ町の就業者総数は4603人、うち 1> 第1次産業就業者数が303人で、全体の6.58%以下、第2次産業1937人、42.08%、第3次産業2316人、50.32%となっており、第3次産業就業者数が最も多かった。音羽町では、製造品出荷額等が、農業蘇生産額や、 年間商品販売額を大きく上回っていた。同じ保育群の水戸町や小坂井町と比較しても、製造品出荷額等が小坂井町、水戸町を上回っており、第二次産業に強みを持つ産業構造であったと言える。ただし工業系事業所数、従業者10人以上は小坂井町の65、水戸町の79に対して、音羽町は27に止まっており、 従業者300人以上の事業所は町内に1カ所、東海理科電機製作所オトワ工場のみであった。トヨタ自動車系の企業である同社の工場は、オトワ町の製造品出荷額等の過半を占めており、町の経済は同社に大きく依存していた。以下は3町を比較した表である。農業人口は一貫して減少傾向にあった。1975年と2000年を比較すると、 農家数は656個から424個に、農業従事者数は2024人から1168人に減少した。ことに養産業は、合成繊維の普及や中国産や韓国産の安価な、キートの流入が影響して、衰退の一途をたどった。音羽町の農業の中心は稲作であった。音羽町は1966年に、 東三河農業経済圏受立地域の1967年には米と野菜を基幹作物とする改善事業計画地域の指定を受けた。西三河生活協同組合などの消費者団体は1988年安全な米を食卓に提供すべく減農薬運動を展開し生産者側の協力を求めた。これに賛同した音羽町の農家が集まり、 1989年、オトワ米を育てる研究会。1992年、オトワ米研究会に会賞を設立し、現農薬米、オトワ米の生産を開始した。消費者団体は、オトワ米を積極的に食べることによって生産者を支援すため、1992年にオトワ米を食べる連絡会を設立した。この取り組みは、 オトワ町廃止後も継続し、同研究会は、旧オトワ町内の4保育園すべての給食用に、オトワ米を納入しているほか、ネット通販を活用して、販路拡大を図っている。自然種や椎茸が特産物とされる。旗号大橋屋では、自然種を使ったトロロ汁が供される。主な農作物の収穫口、2005年は、米651トン、大根105トン。 サツマイモ十六トン、青狩りトウモロコシ十七トン、玉ねぎ四十六トン、ジャガイモ十五トンとなっている。調整施行後も独立したままであった赤坂、長沢、萩の各農業共同組合は1 9 6三年に合併して音羽町農業共同組合となった。以後、同農協が町全域の農協業務を担っていたが1 9九十年に 豊川市などの農協と合併してからは、新たに誕生したひまわり農業共同組合が業務を継承している。ひまわり農協は1991年、農産物等の直売所、グリーンセンターオトワを開設した。2005年の農家数は、赤坂92戸、長沢133戸、萩167戸、町全体では392戸。 2005年時点の農地面積は262ヘクタール、町域全体の約8.8%であった。内訳は以下の通り。2005年時点の農業蘇生産額は約2億9000万円であった。内訳は以下の通り。1980年の林家数は547個であったが、2000年には191個に減少した。 小規模の林や、所有する森林面積が5ヘクタール未満が大半を占めるが、2000年の調査では、こうした林やの個数が激減している。森林面積は、1980年の2233ヘクタールに対して2000年に2171ヘクタールと、林家数ほどの大きな変化は見られない。音は町は1961年。 東海理科電機製作所の工場誘致に成功した。1966年に創業を開始した同社の音ト工場は音ト町内で最大の事業所となった。1971年にはイソライト工業の子会社イソライトバブコック大化が新本社工場を萩に建設した。1986年に東名高速道路音トワ釜郡インターチェンジが 開通したことにより、交通の利便性が向上し、これまでに比べて、企業を誘致しやすい環境が整った。ほどなくして、萩に造成された工業団地には、日本トレックスや PPG ジャパンが進出し、また、東海理科電機製作所は、町内で2カ所目となる工場をこの工業団地に建設した。2004年の音羽町の商店数は74。 卸売業の店舗12、小売業の店舗62、従業者総数は492人、年間商品販売額は109億1、463万円であった。愛知県道374号、長沢国府線、旧東海道沿いに個人経営の小規模店舗が多く立地しており、これが、おとわ町における商店の中心であったが、おとわがまごりインターチェンジ及び、 音羽が魔法利有料道路、三河オレンジロードの開通後は、両路線の出入り口に相当する国道1号の交差電話機に、法人経営の店舗も開店している。製造業、物流拠点、金融機関、その他、音羽町は,は1963年、豊川市など近隣市町と共に一部事務組合、豊川ホ衛衛生組合を組織して、市業の広域的処理を開始した。 1975年12月に、下水道事業認可を受けて、以来、順次公共下水道整備工事を進め、2003年度に、市街各域のほぼ全域を整備した。翌年度からは、市街化調整区域の内市街各域に隣接する部分の備えを開始した。2004年度末現在の汚水処理人口普及率は77.8%。1990年からは、 浄化層整備費補助を開始し、2003年度末時点で169機に補助を実施した。また、生ゴミ排出量を減少させるため、生ゴミ処理機や生ゴミ堆肥化容器の購入費補助を実施した。2003年6月からは、公共施設用支援組制度、アダプトプログラムを導入した。市民は、道路や公園の里親となって、理科に勤め、 行政側は、ゴミ袋の提供などの支援を行う。同制度は、町廃止後も豊川市が継承している。音は町内の指定文化財は、以下の通り、指定者、所在及び所有者欄の表記は、豊川市との合併前のもの。町内には3つの小学校、1つの中学校、いずれも公立が存在する。萩小学校は、 その校区が市街化調整区域内であることから、児童数は減少している。赤坂小学校は、1975年に、三河赤坂大団地の造成が行われたことにより、児童数が急増したが、1990年代に入ると、再び減少に転じた。長沢小学校は、1994年の、グリーンヒル、オトワの造成により、児童数の増加が見られる。 三小学校全体で見ると、1995年に498人であった、児童数は2001年に438人にまで減少したが、その後は増加に転じ、2005年時点では532人となった。緑豊かな環境にあることから、巣箱の製作や枝打ちの体験を教育に取り入れている。音羽町の幹線道路は国道1号である。 愛知県道374号、長沢国府線、旧東海道は、地域住民の生活道路として、あるいは国道1号の渋滞時の抜け道として利用されている。他に、名鉄名古屋本線と、東名高速道路が走る。これら4本はほぼ並行して付設され、町の南部から北西部を貫いている。北東部から南部にかけては、山陰側に沿って、 愛知県道332号台台赤坂線が通り上記4路線と合わせておおむね V 字型に開いた道路網を形成している。音羽釜氷インターチェンジから南西方向には音羽釜氷有料道路三河湾オレンジロードが伸びる。道路線の開通によって釜氷市との行き来が容易になった。音羽町廃止時点で未供用の道路としては 新東名高速道路がある。道路線は、長域東端の山林をわずかにかすめるに過ぎず、旧音羽町民にとっての利便性向上の可能性は、薄い。しかし、これを建設するための作業用道路として、愛知県道332号代々赤坂線のバイパスの建設が進められており、将来はこれを新たに代々音羽線とする予定である。同バイパスによって置き換えられた区間は、 豊川市道とされ、管理者が豊川市に変更されることになる。2005年現在、ちょうどの総数は549本、実演長合計は135,042メートル、舗装率は73.2%、改良率は60.2%であった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。